宮舘涼太が亀梨和也を気になった、きっかけ明らかに、紹介システム、での出会いも告白。スノーマンの宮舘涼太が6日、カトゥーン、亀梨和也の YouTube チャンネルに登場。亀梨に憧れた瞬間などを語った。動画では、スノーマンの宮舘涼太と共に2人の地元、江戸川区をドライブする企画を実施。宮舘は亀梨を憧れの先輩として慕っており、すごく成功されているお手本、と亀梨を表現したり、亀梨の自宅に行くと宮舘が亀梨の DVD を随所で止めながら見たりするなど、亀梨愛、溢れるエピソードをたびたび繰り広げていた。その中で、なんでそもそも宮舘涼太は亀梨和也を気になったわけ、と亀梨が聞くと、もう忘れもしないです。グラチャンバレー、トカトゥーンが CD デビュー前の2005年にバレーボールワールドグランドチャンピオンズシップのスペシャルサポーターに抜擢されていた時、ジュニアの楽屋に訪れた亀梨の姿が印象的だったと話していた。